こんにちは、追っかけ情報局局員の原板師匠です JO1 のアリーナツアー「絆」のオーラスに参戦してきました現地レポと共に感想をお話ししたいと思いますこの日私は久しぶりにピアスをしていきました青のポッチングピアスですごちそうさまです追っかけくんチャンネルで左耳に青のポッチングピアスをつけてたらスパカリの世界にいざ治れると言ってたので 持ってたピアスの中で一番似てるピアスをつけました。久しぶりにピアスをつけたので、耳が腫れて赤くなっちゃったけど、誘われるためなら安いもんです。有明アリーナにはだいたい開演の30分くらい前に着きました。時間に余裕がなくてグッズ購入は諦めました。グッズはオープンザドアの時のようにネットで売ってほしいですね。開演30分前の有明アリーナ前はすごい人混みでしたが、 入場する様子ががないい人がたた。くさんいましたグッズ交換に来てたのでしょうかそれとも待ち合わせでしょうか私はそのまま入場してトイレに行きましたがトイレは綺麗でたくさんあってほとんど待ち時間なく入れました有明アリーナ最高ですね私の座席は最速先行で当たったのですが3階席の G ブロックでした JO1 が Twitter で出してる写真の右上の方です確かに遠いのですが、 JO1 が全部見える最高の席でしたもちろんもっと最高の席はあるとは思いますが私横浜公演の時はアリーナの奥の方で常に JO1 の一部しか見えなかったので JO1 の全部が見えるっていうことが本当にありがたかったですスタンド席の段差も結構急なので前の人の頭で見えないなんてことも全くなかったですスタンド席ってこんなにいい席だったんですねもちろん双眼鏡は使いました そして、私の席から関係者席が見えました。関係者席って何箇所かあったと思うんですけども私が見たのは座席の奥の方に部屋があるビップルームみたいなところでブースで分かれてるところでしたそこにご家族っぽい方たちもいらっしゃってたけど別のブースにはエンジンのメンバーが来てましたエンジンはほとんどのメンバーが帽子をかぶらないで来てて中本大賀く君の水色の髪ですぐ分かりました 全員ではなかかったかもしれませんそして会場が真っ暗になってからエンジンの隣のブースにも若い男性の団体が入ってきました真っ暗だしほとんどの子が帽子をかぶってたので誰かはちょっとわからなかったけど彼らは終始盛り上がってました7人くらいいたので私はオクトパスだと予想してたのですが Twitter とか調べてもそれっぽい様子もないようなのでわからないままです それではここからはライブのネタバレを含みますのでご注意してくださいというのもまめちゃんが今日は収録が入ってると話してたのでもしかするとこのオーラスが DVD になる可能性があります私の希望としては生配信があった福岡公演とこのオーラスの2日分を DVD 化してほしいですねとにかく DVD で内容を初めて知りたいという方のために言っておきますこの先はネタバレ入ります まあツイッターでもかなりのジャムがレポを上げてますしモデルプレスでもだいぶ詳しいレポが上がってますねモデルプレスでは最後のスピーチの全文まで紹介されてます興味のある方はぜひ読んでみてください概要欄に URL を貼っておきますじゃあこれがオーラスのセットリストですこの日は白っぽい方の衣装でスタートしました最初の5曲は今までと同じ曲ですね私は喜んでの 2番で花道を進んでいって途中で急にみんながしゃがむところが好きなんでそのシーンは全体像を目に焼き付けようと決めてましたガルアワも福岡公演の配信もそのシーンではカメラが違うところを映しててしゃがむ瞬間が映ってなかったんですよねもちろん参戦した横浜の時はしゃがんだら見えない場所だったので言わずもがなですあそういえばガルアワのアーカイブはまだ出ませんね あんなな素晴らしいい演を出さないのはもったいないなですね。もう一度見たいです話がちょっと脱線しましたがその次のわきらきは前回はルキの顔しか見えなかったので今回は全体を見ようと決めてたのについルキを目で追ってしまいましたルキとよなしろくんがジュンキの腕をつかむところではルキとヨなしろくんが目を合わせて笑ってましたこういうのを見るとちょっと嬉しくなりますね 最初の5曲終わって一人一人の挨拶ですね。ここで印象に残ってるのは、純喜がジャムに向かって、お前らさーって何度も言ってたところです。なんか標準語っぽくて面白い違和感でした。あと、小生が JO クラップをやってくれました。絆ツアーではやらないかと思ってたので嬉しかったです。そして、シャイナライでは、匠がルキを後ろからハグして顔を近づけてて、ジャムから悲鳴が上がってました。 その次はモンスターではなく僕らの季節でした夜なしろくんが椅子を随分遠くまで片付けに行くんだなって思いましたそういえば今までは僕らの季節はセンステでやってたんですよねそして VCR ですがここはタロット占いの前半の内容が変わりましたいっぱい撮ってあったんですね相性を占うあたりからは同じ内容だと思います そししてて会場のジャムは前よよりもたたくさん写さんれてたような気がします。みんな自分が映ってるって気づくと照れてて可愛かったですそしてユニットステージですが私は前回ドリーマンイカロスソワットだったので今回ランニングゲットインサイドミークンチキタが見られて本当に嬉しかったですランニングではあまり聴けないスルボーのボーカルが聴けて最高でした本当に歌声いいんですよね で、このランニングで、よなしろくんがいいところで思いっきり声が裏返っちゃって、一瞬微妙な空気になりました。現場のジャムはみんな、このことは忘れようと心に誓ったと思います。その次のパートが、つるぼうだったと思いますが、つるぼうはまた綺麗な声で歌い続けてたので、そこでよなしろくんの裏返りのことはだいぶ忘れてました。そして、ゲットインサイドミーも良かったです。木俣の歌声が似合ってるように感じました。 この歌あんまりたくさんは聴いてなかったのですが好きになりました最後が「くんちきた」ですねこの曲はプデュの時から好きだったので他人とは思えない何かがあるんですよね「くんちきた」は一番最初のオンラインコンサートでしか披露してないので絶対見たかったんです噂通りルキはすごかったですねというかマメちゃんもスカイもすごかったですあとやっぱり敬語の「くんちきた」は好きだなって感じました あの漢字が一人いることでくんちきたが特別なものになるんですよねくんちきたに特別期待をしすぎてたからかなんか記憶がほとんどないですそしてこの後の MC でなんとレン君が翔君を裏返っちゃってって言ってくれたんですそこにいたジャム全員が触れてもいいんだとほっとしたと思いますランニング終わった後裏でみんなで爆笑してたらしいです DVD や配信だとかぶせが強めになりがちですが DVD にするならこの部分はかぶせをつけないでほしいですそして椅子に座って歌うのが「君のまま」ではなく「BeWithYou」でした「ゼロは同じでその次が「流星雨」でした初めての流星雨ですが振りがついてたのにびっくりしましたサビの部分だけだったとは思いますが爽やかでエレガントな振りだったと思います 2個目の VCR は前と同じでしたが純喜のシーンでのジャムからの悲鳴はありませんでしたもうみんな見慣れてたからでしょうかそして次の衣装ですね私はガルアワやケイコンの衣装を着てくれないかななんて期待しつつもいつものこの時間の衣装は写真に残ってないし配信の時はスパカリの衣装だったしどんな衣装だったか思い出したかったのでその衣装で出てくるのを楽しみにしてました なのにいつもスタート時に着る黒っぽい方の衣装で登場してちょっとだけがっかりしてしまいましたその後はお待ちかねのスパカリであの魔法陣フォーメーションを真剣に見ましたもう絶対失敗しないようになってるんですねあの倒れ方が甘くなるとかそういう妥協が一切ないんですね本当にすごいグループですそして全体を見たかった無限大です本当にすごかったです この無限大は DVD にするなら正面からの固定カメラとかが見たいです。ダンサーの方たちも全員入る画角のやつですね。そしてもちろんラパパパンではまたヨナシロ君が一人で遠くまで行ってました。木俣の煽りがかっこよかったですね。この次の MC では恒例の客席のウェーブをやってましたが、関係者席のエンジンもその隣のボーイズもジャンプして盛り上がってました。 で、次がローズですね。これはセンステでやってくれてよかったです。私はもちろんセンステの方が近いのでありがたいのですが、ツイッターを見ると、メインステージが見えない無限大シートの方たちが喜んでました。本当にかっこよかったです。そしてオールアワーズがなくて、オエオとグランドマスターですね。これは安定のかっこよさですよね。次の MC でだったかな ルキの髪が扇風機の風になびきすぎて素敵なのを通り越して笑いが起きてました髪が開いてるっていう感じでした汗かいてるのに何であんなサラサラなんでしょうねそしてリアルの最後の「匠」と「純樹」はいつも何かしら違ったんだと思いますが今回は肩車でしたといってもしゃがんでる匠の肩に純樹が乗って持ち上がらない状態でしたけどねアンコールのメドレーでは「ステイ」が追加されました レン君の「覚えててね」に感動しました何でもすぐ忘れちゃう私ですけど覚えてたいと思いますメドレーの後のスピーチはモデルプレスに全文載ってるやつですレン君は泣いて話してたので途中から感動的な BGM が流れましたスカイも療養期間中の辛かったことを話してくれて改めて11人全員でツアーを完走できたことをありがたく思いましたレン君のお母さんスカイのお母さん ツルボーのおばあちゃんが来てると話してました。そしてツルボーはマイクなしの地声で、ジャム大好きって言ってました。なんかツルボーにしては結構珍しい言葉ですよね。マイクなしってキマタのやつをパクりましたね。でもキマちゃんもその後ちゃんとマイクなしで挨拶してくれました。これ毎回感激しちゃいます。あとルキもちょっと衝撃でしたね。ツアー前に体調を崩して、ツアーのリハーサルに出られなかったらしいです。 3回あるリハーサルのうち最後の1回だけ出られたおかげで愛知公園に立てたと言ってましたもう1回改めて11人全員が全公演にいてくれたことに感謝ですね最後の純喜の晩は話し始める前から BGM が流れましたいつもここは長くなるんですね純喜はこれといってあまり泣く雰囲気じゃなかったのに急に泣き出していわゆるおでんくんの顔になってモニターにアップです映し出されて ジャムが大喜びしてました。泣いてる顔が可愛くてつい笑ってしまいましたが、マメちゃんなんかはもらい泣きしてたっぽいですね。純基は途中、えーんって声が出ちゃうほど泣いてましたが、最後に、実は今日お父さんとお母さんが来てないですと言って上手に落としてました。おでんくんを発動した純基は無敵ですね。みんなで写真を撮るシーンでは、 れんくんが俺の携帯でも撮りたいから携帯取ってくるって言って裾にはけましたここで大体のジャムは気づきましたねれんくんがよなしろくんへのケーキを持って登場しました細くて高い箱でよなしろくんが開けたら6段の小さなケーキが入ってましたそんなおとぼけまで用意してくれてその後本当の緑色の大きなケーキが登場しましたそこでしょうせいがおめでとうって書かれたスローガンを見せて 驚いてるよなしろくんにみんな持ってるよってアリーナ席のジャムを見せたら前の方のジャムは全員同じスローガンを持っててそれを見たよなしろくんは泣いてましたそのジャムの姿はモニターにも映し出されたんですけど私も感動しちゃいましたきまちゃんも後ろ向いて泣いてましたねウィズ・アスが終わって JO1 がはけた後もずっと拍手が鳴りやまなくて JO1 がもう一度出てきてくれましたダブルアンコールですね この時のエンジンと隣のボーイズたちも一回帰ったのに戻ってきたのを私は見逃しませんでした。ここで JO1 は君のままを歌ってくれました。3時間半の長丁場ですが本当にあっという間でした。総じて JO1 の凄さを感じられた3時間半でした。全員ボーカルできるし、ダンスはいつも揃ってるし、何よりもこの体力が凄すぎますね。ほぼ踊りっぱなしで、 ダンスオタクの私としては大満足すぎるコンサートでした。今回私が一番注目したのはジュンキです。ボーカル面では一番パートが多いにもかかわらず、一番よく声が出てて、やっぱりメインボーカルだなって思ったのですが、何より驚いたのがダンスの方です。ジュンキはいつ見ても全力で踊ってました。多分ダンス歴が長いメンバーは力の抜き方を知ってて、抜いてる時もかっこよく踊れるけど、 純樹にその器用さがないからなのか本当にずっと一生懸命踊っててなのに自分の歌パートではしっかり声が出るのが本当にすごいと思いましたそして MC の時間に一番大きな拍手をもらってたのも純樹でしたあともう一人匠は喋っても面白いけどフリーダンスも面白かったですファン差が少ないからなのか常に自由に踊ってる感じがありましたチッケムを見るなら匠を選ぶかもしれません 話すメンバーはちょっと偏ってしまったけど本当に全員すごかったですジャムになってよかったと思います帰りよなしろくんのケーキを見て無性にケーキを食べたくなって東京駅のグランスタに行ったら後ろを歩いてた若い男性が楽しそうに JO1 の話をしてましたあとグランスタにはジャムがちらほらいたのでみんなケーキが食べたくなったんだと思います本当に最高のツアーでしたもう次が待ち遠しいです それでは今日の動画は以上です。長々とご視聴ありがとうございました。原板師匠でした。